下ネタだと、私が下ネタを言ってるんじゃないかと、そういうような輩がね、もう輩と言っていいでしょうね、そういうような輩がねちらほらいるようです。あなたの心がもう下ネタだから、頭の中がもう下ネタに引っ張られちゃって下ネタに聞こえるんじゃないですか。よく自分の心にね聞いてみてください。そんな中学生みたいなねこと誰が言うと思いますか。私も43歳ですよ。妻も子供もいて、こんなおしゃれでスタイリッシュなねサーフィンのチャンネルで下ネタなんか言うやついます？いないでしょ。そんな人見たことあります？こんな人、ふざけんじゃねえぞ、追っ立ってますね、小ぶりだけどねお椀型のね形のいいやつが波が追っ立ってます、立ってますよね、波追っ立ってますよね、お椀型の小ぶりだけどお椀型の波が、あ風がね、風、あちょっともう風微風ですね、微風が吹いてます、吹いてます、微風が吹いてる、吹いちゃってる、あー吹いてます、風微風が吹いちゃってます。Thank you.
どうですかね、まあセット膝ももぐらいで、まあ面がね最初入ってるうちは綺麗だったんで、すごく綺麗だ、いいよ、すごく綺麗だよ、綺麗だよって感じでねやってたんでね、セットだとねもっこりと膝ももぐらいの波がねもっこりと盛り上がってきてたんでね、まあ、レールはやっぱ深く浅く入れるより自分は深く入れる方が好きなんで、深く入れたりとかしてたんですけど、ちっちゃい波でもねPスポット意識して、もう P スポットに当てて波も気持ちいい、もういっちゃうなんて言っちゃってね、バチコンバチコンバチコンってねスポットに当たっちゃってましたもんね。はい、ありがとうございました。どうも粗相がありましたら申し訳ございませんでした。チャンネル登録の方よろしくお願いします。レッツソフティー。